カバシマイクオは、日本の政治家、政治学者。熊本県知事、東京大学名誉教授、新しい日本をつくる、国民会議運営委員。専門は、政治家定論、軽量政治学。熊本県かも郡、稲田村生まれ。熊本県立かも高等学校卒業。高校時代は、220人中200位の劣等生だったが、政治家、小説家。 牧場主のいずれかになることを夢見ていた。高校卒業後、自動車販売会社に勤めたが3週間で辞め、地元、稲田村の農業共同組合に就職した。1968年からアメリカ合衆国で農業研修に従事し、1971年にネブラスカ大学農学部に入学して、畜産学を収めた。1974年、 ネブラスカ大学農学部を卒業。ネブラスカ大学大学院修士課程に進学して農業経済学を専攻し、1977年に修士号を取得。政治学専攻に転じてハーバード大学ケネディスクールの博士課程に入学し、1979年にハーバード大学で政治経済学の博士号を取得した。ハーバード大学ケネディスクールでは サミュエル・ P ・ハンティントンやシドニー・バーバの指導を受ける。1980年、筑波大学社会工学系講師に着任し、1985年には助教授に、1991年には教授に昇格。1996年より、筑波大学大学院、国際政治経済学研究課長。1997年には、東京大学大学院。 法学政治学研究科教授に着任し、農協の職員から東大教授に就任した異色の経歴がマスメディアを賑わせた。専攻は政治家定論や軽量政治学であり、投票行動の実証的研究や政治参加に関する政治発展理論において業績を挙げた。また、東大の川島ゼミに所属する学生による研究所が牧拓者から刊行されている。 カバシマゼミの出身者には、山田正宏や菅原拓、タレントのクス木花子、後に、熊本県庁で部下となる、小野康介らがいる。2007年より、熊本県立大学客員教授。2013年10月10日、外務大臣、岸田文雄と、会談2008年3月5日、東京大学を退職。翌3月6日、熊本県知事選挙への立候補を届け出た。 特定政党からの推薦は受けず、無所属で出馬したが、自由民主党から実質的な支援を受ける。カバシマの他に、相良村長の矢上正義や、元衆議院議員の岩下栄一ら、5人が、立候補した混戦を制し、4人の対立候補を大差で下して初当選した。後に、中央公論に、自分の選挙を自分で分析した論文を発表した。 なお1991年に参戦を目指さず優待した当時の熊本県知事細川森広の後継候補に名前が上がり出馬の要請も受けたが辞退した知事就任後熊本県庁において過去の不適切な経理が発覚した責任を取り1年目の自身の知事給与を月額100万円カットし2年目も財政再建分の3割を含めた 給与の5割をカットした。2008年6月、東京大学名誉教授。同年11月には、タレントのスザンヌを、熊本県の宣伝部長に任命した。九州新幹線全通にあたっては熊本による観光キャンペーンを先頭に立って、積極的に展開した。2012年の熊本県知事選挙では、前回の知事選でも支援を受けた自民党をはじめ、 政党や各種団体の組織的な支援を受け、対立候補を大差で下して再選。2013年1月より、教育再生実行会議委員。2016年の熊本県知事選では、自民党から公認以上の支援を受け、全熊本市長の公算政士ら対立候補2人を大差で破り参戦。その直後の4月14日と4月16日には、 マシキ町などで震度7を記録した熊本地震により、県内各地で大きな被害が発生、自衛隊の派遣要請や政府との折衝など、災害対応の陣頭指揮を取った。2020年3月22日党開票の熊本県知事選挙で、前、熊本市長の高山との一騎打ちを制止四選。熊本県知事等の給与の特例に関する条例、カバシマイクを、隆、 菅さんは官僚パートナーとして愛しなさい、習慣。なお、前年度収入に対し税金がかかったため、実質手取りは14万円であった100分の30を熊本県知事等の給与の特例に関する条例で、100分の20を熊本県知事等の給料の減額に関する条例で減額。また、前景、習慣朝日を参照。ありがとうございます。